鎌ヶ谷市によりますと、調査はこれまでの水質調査で結果の出ている軽井沢地区の井戸48カ所のうち10カ所を対象に取水地点の深さなどを測定します。同様の調査を行う柏市などと調査結果を共有するなどして汚染源を特定し、原因の究明につなげたい考えです。鎌ヶ谷市では4月から 軽井沢地区の井戸88カ所を調査し今のところ20カ所で P ホスと P フォアの数値が指針値を超えましたこのうち引用として使っていた井戸が13カ所あったため市は地区の公共施設で飲料水を供給できる体制を整備しましたまた対象の住民が ウォータータサーバーや除水器を設置する場合の助成にも取り組んでいて柏市もきょう同様の支援を行うための費用を9月補正予算案に計上したと発表しました。